はい、どうも、リハビリアタッキーです。今日も動画配信を始めさせていただきますので、よろしくお願いします。今回のテーマは、コロナと肩こりを乗り越えるためにということで、ウィズコロナですか。アフターコロナを見据えた上での仕事環境ですとか、ライフスタイルから見る肩こり対策というところについて解説をさせていただきますので、よろしくお願いします。新型コロナウイルス感染症におけるさまざまな影響、いわゆるコロナ禍があったことで、私たちの暮らしというのは大きく変わりました。特にこうテレワークですとか、スマホの長時間利用が一気に進んだことで、例えば不安や抑うつ、それから肩こりを訴える方というのは非常に今増えてます。中でも肩こり対策というと、まずはストレッチや運動というのを思い浮かべるかと思います。これ自体は決して悪いことではないんですが、それに伴ってですね、医学的なこう根拠に基づいて仕事環境ですとかライフスタイルというところまで見直すとですね、予防や発症リスクを抑えたですね、さらにこうより良い肩こり改善策というふうにすることができますので、今回はですね、その点をですね、紹介させていただきたいというふうに考えております。まずは仕事環境についてですが、仕事における作業姿勢別の肩こり発症リスクというものがあります。で、これ調べた結果ですね、長時間の首曲がりがおよそ2倍、重量物の繰り返し運搬がおよそ 1.4 倍、それから肩よりも上に肘が来る姿勢、これが 1.3 倍ですね、それぞれ発症リスクが高くなるということが実際報告されています。で、やっぱりこういうものの対策としては、30分から1時間に1回ぐらいですね、休憩を挟むということで、いわゆる立ちっぱなしですとか座りっぱなしにしないということ、それから重量物の運搬はできれば2人で、場合によって機械を使うなんていう方法もあるでしょうし、高いところの場合は踏み台を使うなんていうことも対策になってくるかと思います。あと肩に加えて首まで含めた、負担、痛みが生じるリスクというのも調べた研究がありまして、これによると憂鬱な気分は 3.36 倍、心理的ストレスが高い場合は 2.33 倍、それから職場で求められる仕事量が多い場合は 2.14 倍でそれぞれリスクが増加するという結果も実際上がってます。なのでこういった場合は気分転換ですとか、それからストレス疾患の軽減策、例えばマインドフルネスというのも有効ですし、それから全体の仕事量を可視化するなんていうことも対策になってきますので、こういった中でですね、肩こり対策を進めていただければと思います。実際なんですが、肩こりを抱えて仕事がはかどらないことによるこう労働損失というのは、実は病欠するコストよりも高いというのは、これも挙げられています。なのでリハビリも含めて治療していただきたいんですが、ただこの治療と仕事の両立って実際なかなか難しいというところがありますので、非正規問わずなんですが、仕事している方のおよそ半分がですね、 50% がやっぱり不調への対策がしにくい状況にあるなんていう報告も上がってますので、ぜひこういったものを参考にですね、早めの対策を取っていただければというふうに思います。で、この点を踏まえた上で、ここからは実は肩こりの発生要因と予防改善リスクに向けてですね、ポイントになってくるライフスタイルから見た肩こり対策というものを解説をさせていただきます。実は健康的なライフスタイル行動の有無と肩こり発症リスクには、ちゃんと相関関係があるというのが分かってます。で、スライドの方を見ていただきたいんですが、スライドの方にある4つ丸があるうちの全てに当てはまる、あるいは当てはまる項目が1つ以下という方は発症リスクなんですが、男性では 2.5 倍、女性では 1.4 倍ですね、肩こり発症リスクが差があるというふうに言われています。具体的に何があるか、まずは身体運動、1週間に150分以上ですので、大体1日あたりおよそ20分以上の運動をする、または75分以上の高強度の運動をするのがいいというふうにされています。それから野菜や果物の摂取はやはり多い方がいいです。目安は1週間に 400g 以上というのが言われています。それから適切なアルコール摂取というのがいいというふうに言われています。男性は1週間に 168g 以下、女性は1週間に 108g 以下がいいというふうに言われてはいるんですが、グラムで言われても正直分かりにくいというところがありますので、じゃあその目安として大体 20g というのはビールの500ml 缶が1本、
それから日本酒や梅酒1合、それから 7% の中ハイ 350ml 缶、これがですね、だいたい 20g というふうに今言われています。それからタバコは吸わない、この4つがですね、ポイントとして挙げられています。で、さらに日頃からの生活習慣を見直すということもポイントになってきます。で、具体的にはですね、2つポイントが挙げられるんですが、1つは肩甲骨と連動して腕を大きく動かすことがいいというふうに言われています。まあ、これスポーツが一番いいんですが、それ以外に例えば洗濯物を干すなんていうこと、生活動作の中でもですね、これを意識して行うということで筋力ですとか柔軟性を高めるということができます。もう1つはグリーンエクササイズと言われる方法で、5分で結構です。植物の手入れをしたりですとか、公園までウォーキングをするなんて、自然と触れ合う機会を作るということがいいというふうに言われています。もちろん季節的なことがあるので、なかなかやりやすい時期、やりにくい時期あるかと思うんですが、これ肩こり対策にももちろんですが、もう一つは緑をしっかり見るということで、目を休めるという効果もありますので、ぜひこういう観点からもですね、参考にしていただけると幸いです。そして何よりも肩こりにお悩みの方が一人でも少なくなるということを切に願っております。今回の配信ここまでというふうにさせていただきますので、よろしかったらチャンネル登録の方をよろしくお願いします。最後までご視聴していただきまして、どうもありがとうございました。ではまた。